皆さんこんにちは。今回もですね、サッカー日本代表の、ワールドツアーを使ってね、フォーメーションの新しい形をね、模索していきたいと思います。で、先日ですね、乾が、アラベスに移籍しましアローン移籍ですね、はい、しましたね。で、アラベスね、元々いた、右ウィングのね、エースが抜けて、それを埋める形でね、乾も右に入りましたね。はい、まあ、まだね、これからどうなるかわからないですけど、新しいチームでね、もしかしたら、イネが右ウィングに、定着して、新境地をね、開拓するかもしれないということでね、フォーメーションのね、バリエーションも、結構変わってくるかもしれませんね。で、これがね、アジアカップの時のフォーメーションですね。で、ここから、今どういう状況かっていうのをね、見ていきたいと思います。まずですね、まあ、伊藤純也ね、ウィングですね、同じ。で、イネが、堂安の、代わりに入ることに、入るオプションとしてね、そうなりそうですね。はい。でね、左原口ですが、で、武藤がいますね。はい。武藤ね、でもちょっとやっぱり大迫の、交代としてはね、まあ、プレイスタイルもあまりね、似てないですし、能力的にもちょっとね、バランスが悪いので、交代オプションとはなり得ないですね。大迫はもう、日本代表の中で絶対的なセンターフォワードになりつつありますね。はい。で、まあ、あと、まあ、中島ですね。はい。現時点でね、左はベストチョイスは中島だと思いますね。で、交代枠としてね、原口が入ってくると思います。で、乾もですね、やっぱりね、ワールドカップで見せたように、右足のカットインからのシュートを非常に武器になって、実際にね、本番でも2点ですか、セネガル戦と、ベルギー戦ですね。はい。コロンビア戦でもね、コロンビア戦じゃないか、他にもね、実際に狙って、鋭いシュートで、ね、放ってるんで、やっぱり、まあ、現時点ではまだね、右の、プレーをね、初めてやったとはいえ、決してね、右がいいわけではないので、まだ現時点では左がベストですね、乾の。はい。で、これね、ウィングですが、今ね、逆足のウィングが、主流で、堂安左利きですね。で、中島、乾、原口元気は右利きと、伊藤純也も右利きですね。はい。やっぱりね、本当に勝負できるのは逆足の右ウィングならね、左利きの選手ですね。ということで、現時点で、世界相手に勝負できる、日本代表の右ウィングとは、まだね、堂安しかいない状況ですね。はい。堂安はね、左のカットイン素晴らしくって、結果をね、オランダリーグで残してるんで、十分ね、はい、ここで、通用すると思いますね。で、堂安の交代として、まあ、乾が選択肢に入ってくるかもしれないということですね。で、中島ね、やっぱり、世界に通用する、違いを作れるね、唯一の日本人選手と、そういう評価があるんでね、まあ、ぜひともね、入れたいところですね。原口も、ワールドカップでは右でやりましたが、攻撃のことを考えると完全に左の方がね、躍動するんでね。はい。なかなかね、もう右のオプションとはあまり考えづらいかもしれませんね。はい。左で使うのがベストだと思います。でね、原口、まあ、このステータス見ても分かる通り、非常にね、献身性があって攻守のバランス取れるので、あとね、実際に戻って、ディフェンスするわけですが、全体のバランスを見て、中央に戻るか、サイドを、ね、補強するか、戦術によってですね、はい。そういうね、動き方できる。で、それを90分間ね、繰り返せるんで、やっぱりぜひともね、日本代表に入ってほしいですね。はい。ただ、現時点では中島を選びたいですね。まあ、あと山口蛍とかね、いますね。はい。まあ、ただね、ここ山口蛍を、もう完全にね、コンタクトプレーの得意な、そういう枠なんでね、はい。なかなかここに入れてしまうと、チームカラーがちょっと変わってしまうので、まあ、交代枠、守備固めの時に使うというか、ゲームプランで、ね、押し込まれた時なんかに入ってくるっていう、そういうね、選択肢あるかもしれませんね。で、あと、はい、香川真司ですね。香川ね、南野と交代オプションですね。まあ、現時点ではもう南野がね、日本代表の中で、商業的な理由で外せなくなりつつあるので、なかなかね、出番なくなるかもしれませんが、やっぱりね、経験値とか、
から見ると、2019年現在では、加賀がね、ベストな選手ですね。まあ、4年後わかりませんけどね、加賀もう30歳に差し掛かる年齢ですのでね。ただね、南野とは完全に働きがね、違いますね。南野はもう完全に、シャドーストライカーですね。むしろフォワードの、働きをね、鋭いものを見せてますが、香川はむしろインサイドハーフの選手ですね。まあ、シャドウとしても十分ね、機能しますが、インサイドハーフでつなぎ役として、中盤に降りてきたりとか、まあね、もちろん得点に絡んだりとか、そういうね、プレーが、得意ですね。南野とはだいぶタイプが違うと思いますね。はい。まあ、今のところ南野が第一選択ですね。はい。で、あと、庄司がいますね。まあ、吉田、冨安、庄司、この3人ね、はい、交換可能な、選手たちだと思いますね。吉田も年齢的な問題があって4年後になると、庄司になっているかもしれません。庄司ね、非常に、まあ、メンタル強いですし、何よりね、ビルドアップ能力がかなり優れてますね。この3人の中ではですね、はい。特に、まあ、ボールをね、ハイプレスをかわすことに関して、あと正確なロングフィードですね、はい、それ持ってると思いますね。これはまあ、この中で、森保監督が調子のいい選手を選んでいくと思いますね。まあ、あとは、そうですね。まあ、酒井豪徳、難しいですね。日本だよね、この中でやっぱり替えが効かないのが、まあ、大迫、遠藤、柴崎と。で、長友、酒井宏樹ですね。はい、ここですね。まあ、今も昔も変わらずですけど。これですね。やっぱり酒井豪徳、長友の交代オプションとしては、なかなか、もうね、長友が圧倒的すぎる、圧倒的すぎるんで、なかなかね、交代、の枠とはなり得ないかもしれませんね。はい。酒井宏樹も同様ですね。ムルヤみたいな選手もいますが、もうね、酒井宏樹がマルセイユで、リーグアンでね、もう完全に定着して、もうリーダー格と言っても過言ではないくらいのね、はい。本当に継続的な出場も果たしているので、もう酒井宏樹、なかなかね、ここを変えるのはありえないですね。長友の方がむしろ年齢的な問題で、先にね、新世代の台頭を許すかもしれません。もう酒井宏樹が、まあ、一番確実ですね。4年後も確実に、日本代表でね、ディフェンスの要、攻守の要になってると思いますね。はい。まあ、あと、井出口交代オプションですね。久保優也みたいな選手もいますね。はい。で、まあ、最近ね、西川ちょっと使ってるんで、ここ西川にしといて、柏木、太田と、長い、川又ですね、あと。はい。まあ、長谷部ね、今ね、ブンデスリーグで非常に、活躍して、フランクフルトセンターバックのね、中央として、はい、新境地を開拓してますね。現時点ではね、非常に高いポテンシャル発揮してて、もう一回ね、ワールドカップできそうなぐらいの、プレー見せてますが、もう4年後ね、39歳なんで、ほぼ引退してるかと思いますね。はい。まあ、というわけで、フォーメーションこれですね。吉田冨安で、サイドバックと。で、中島、堂安ですね。まあ、ここ、堂安のところね、このゲームだと、まだね、堂安の働きが、正当に評価されてなくて、このステータスですね。で、乾実績があるんで、はい、一番ね、前世紀の頃の乾のステータスになっていると。はい、いうことでね、まあ、このゲームで使うなら、乾の方がより確実な、プレイができますね。はい。またゼロバックにしてね、で、シミュレーションしていきたいと思います。で、ですね、まあ、ここからね、バランス左右変えたいんですが、まあ、何回もやってますが、長友がね、こっちを攻め上がった時に、スライドして、3センターバックにする、この形ですね。これを見たいですね、やっぱり。で、こうなるとね、中島、ちょっとレーンかぶっちゃってるんで、中島ね、ここですね、インサイドハーフと、本来ね、長友に、ボールをもらってから長友に道を開けるね、中に動くダイナミックな動きですが、これゲームなんでダイナミックな動きは再現できないので、フォーメーション的にインサイドハーフに、配置することでそれを再現しますね。で、南野を大迫に絡ませると。南野はね、この位置じゃ力発揮できないですからね、ここ大迫のもうぴったりくっつくぐらいの、最終ラインにね、仕掛ける位置じゃないと、南野の一番の良さは出ないですね。裏抜けが一番の良さですからね。はい。で、フォーメーションこちらですね。はい、これかなり機能すると思います。弱点としては、まあ、中島の裏ですね。ここがちょっと怖いところですが、まあ、しょうがないですね。あえて隙を作るぐらいの、そういうイメージでね。で、長友どうしようかな。長友、まあ、ウィングバックでも、どこでもいいですけどね。
一番サイドのレーンに張ってもらうと。まあ、サイドミッドフィルダー今回は行きます。まあ、いいねもね、こっちもありますね。はい。これでやっていこうと思います。でね、まあ、今回ね、右に乾が入ってるんで、日本代表右からも攻めていけると思いますが、一番の強みは左ですね。はい。やっぱりね、中島、長友のコンビネーションって、本当に怖いところだと思いますね。相手にしたら。はい。はい、ここ中島ね。インサイドハーフにすると、こういう低い位置でボール持ってるので、よりね、中島の活躍の幅が広がりますね。はい。今ね、遠目から打っていってですね、相手コスタリカですね。非常にね、組織守備が得意で、引いて守る形、あとケイラー・ナバスの存在感ですね。そういうチームですが、こっちね、まあ、中島のミドルシュートから始まって、得点重ねられると思いますね。はい、大迫の、またね、遠目から打って、ちょっと今、ナバスが対応できてないですね。はい。ケイラー・ナバス、もう世界最高クラスの、シュートセービング率を持つキーパーですが、今のところ、大迫、中島と止められてないですね。まあ、キーパー当たるときと当たらないときがあったりするんで、なかなかね、キーパーに全てを委ねてしまうっていうのは難しい、戦術として難しいですね、きっと。はい。この辺もね、コスタリカ引いて守りすぎてるんで、なかなか攻撃の目が出てこないですね。そうなると、こっちとしてはね、相手のアタッキングサードで常にプレーすればいいだけなんで、非常にね、楽ですね。カウンターもそんなに心配ないということで、理想的な、ゲームプランだと思いますね。一番のゲームプランだと思いますね。はい。相手のフィールドで攻めてて、攻めが切れなくて、こっちの陣形が硬いというね、まあ、将棋みたいな話ですけどね。はい、本当に負けない形だと、はい、ナバスの飛び出しミスですね、今。もう3点目ですね。4点目ですね、はい。ちょっと右から行きますか。はい。あ、強いですね、ここが強い。わ。急にプレスが激しくなった、今。はい。これ繋ぎます。で、ここにね、中島がやっぱり、はい、中島ね、非常に、ポテンシャル高いんですけどね。最近は、そういう上手い選手をなかなか、もうウィング主流じゃなくなりつつあるかもしれませんね。中央、インサイドハーフのポジションがやっぱり、非常にね、ボールのキープ能力、前面に押し出されるんで、よりね、重用するためには、あえて低い位置、要じゃない位置で使うっていう、そういうね、やり方あるかもしれませんね。はい、5-0 ですね。後半ちょっと変える手もあるか。うん。はい。ここね。乾のドリブルですね。これもやっぱり、この辺のね、ドリブルで攻略すれば、わー、ここ強いな。はい。コスタリカがね、左に、プレスの強い選手がいますね。はい。柴崎のロングシュートですね。まあ、ちょっとナバスには通らないか。はい。ナバスね、身長が唯一ですね。現代サッカーでは、身長195センチがもう、トップチームでは、必須と考えられているようですが、そこだけね、足りないですね。ただ反射神経と、まあ、反射神経ですね、非常に鋭いですね、ナバスは。ただね、飛び出しも、飛び出すタイプなので、瞬発力が非常にあって、あ、間違えた。飛び出すんでね、そうなってくると、そうですね、足の速い、ディフェンダーとのコンビネーションがちょっとね、まあ悪くなりますね。動きが被るというか、カバーリングでね、走って戻る動きが得意な、フランスのね、バランとか、冨安みたいなね、タイプと組み合わせると、お互いの動きをね、消し合っちゃうので、ちょっとね、効率が悪いかもしれませんね。バランと組ませるなら、クルトワみたいな、身長が高身長でね、ゴールマウスに張り付いて、コース性のボールを確実に止められる、そういう高身長のね、キーパーの方が、組み合わせとしてはいいかもしれませんね。はい。南野から大迫のシュートと。はい。だいぶ圧倒してますね。
はい、ここね、プレッシャーかかってないですね。これは、勝てない形。はい、6-0 ですね。はい、次、ポルトガル戦ですね。もう一試合。今度ね、途中でフォーメーション変えて、動きの違いを、できればみたいですね。ポルトガルね、クリスティアーノ・ロナウド、何より、一番怖い選手ですね。あと、まあ、ウィングも強いっていうね、その特徴がありますけど、まあ、ロナウドさえ抑えちゃえば、なんとかなるかもしれません。怖いな、これ。わー、はい、1点ですね、ほぼ。こっちにキーパー西川にしてるんですけど、西川の、はい、1点ですね。ロナウドのヘディング。これはもう、遊んでられない。やばい。西川のシュートストップはそこまで高くないんで、あまりシュート打たれたくない。はい、ちょっと1点返さないと何より。はい、またね、足元1点は封印しますね。簡単に点が入りすぎるんでね。うわー、強いな今の。やばい。はい、カウンターの目は積みたい。よし。はい、いや、はい、ここですね。ここを止めないと。はい、奪ってカウンターですね。ショートカウンター。はい、非常にいいですね。南野の動き出しでなんとか、ちょっとね、こっちディフェンシブに行きたいかなっていうね、そういう、やっぱりクリロナ怖いですね。恐怖心がありますね、これ。頼む、長友上げてくれ。はい、上がって大阪のヘディングと。はい、あ、ペペがいる、そうだ。はい、ペペはね、非常にポテンシャルの高いセンターバックですね。うわー、これ1点ですね。頼む、西川頼む。あ、ありがとう。いや、でも分かんないな、まだ。はい、ほぼ1点の形。あ、これは、これはあるかもしれない。よし、いけるぞ。うわ勝ち越しのチャンスを逃しました。とりあえず、逃げといて。えい。はい。後半ね、ちょっとフォーメーション変えたいと思います。ちょっとここが怖いですね、やっぱり。長友、ちょっと守備的に行きます。で、まあ、右も変えるか。伊藤にするか。伊藤を入れといて、前方にスペースある状態でね、ちょっと入れますね。あ、原口使いたいな。まあ、香川にして、はい、これで見たいと思います。はい、今度ね、ちょっと守備的に行くんで、安全勝ち狙えるかと思うんですが、はい。長友のファインプレーですね。はい。で、香川がね、つなぎ役として、よく働いてくれて。はい、ここですね。中島ボール持って、今のね、ちょっと、カットインのね、バレバレのカットインでしたんで、あそこをうまくやりたいですね。はい、あ、香川の非常にいいプレーで、ほとんど1点の形ですね、今。うん。いいですね。思った通りに、攻撃が機能してると思いますね。惜しいな。ここどうかな。うわ、ペペだ。はい、大阪に放り込んで、シュートで1点ですね。よし。はい、長友がプレスに行きます。うわ、ロナウドこんなところにいる。え？はい、ロナウドがなぜか右に流れてますね。あ、そうか、センターフォワードか。はい、中島を使います。うわ、これ。はい、大阪頼む。はい、いいですね。シュートまで行きました。今のね、でも、決まってもおかしくないんだけど。はい、大阪のヘディングで、うまくね、後ろにヘディングで流して、大阪に繋いで1点ですね。よかった。はい。これは、ここでボール奪って、あ、ちょっと、あ、フィードが悪い。はい。カガがね、うまく繋いでくれてますね、今のところ。うわー、強いな。あ、待って。
危ない。はい、中島から大迫と。でね、ここですね、これ、わー、強いですね。やっぱりね、ペペの前で、ボールね、取られる形を作ってはいけないと、これも1点かもしれない。うわー、危ない、ギリギリですね。ちょっとキーパー変えます。あ、変わんないか。はい、東口にして。頼む。あ、危ない。効いてるな、多分。うわー、もう入りそうだ。頼む。はい、なんとかね、防ぎ切りましたね。はい、というわけで、はい、3-1 ですね。ありがとうございます。アルジェリア。うん、右は、まあ、ドアンを使いますか、じゃあ。あれ、ドアンどこ行った？ドアンがいない。ドアンね、変えることはあまりないんでね。あ、ここだ。はい。これで見たいと思います。アルジェリア、そうですね。2014年に確か、ワールドカップでブレイクしたような、アギーレ監督の時ですか。はい。非常にね、組織的に働いて。あ、東口か、これ。はい、フィードがね、やっぱり気になりますね。はい、香川つないで、堂安で勝負と。はい、で、大迫ね、うまいプレーですね。裏に抜けて、シュートで1点と。やっぱりね、ポルトガルに比べたらだいぶ、安心ですね。攻撃にそこまで爆発力がないので、守ろうと思えば守れるっていうね、そういう印象を受けちゃいますね。どっか縦に速いの入れたいですね。ここかな。はい。中島から、折り返してシュートで1点と。はい。まあ、もう1点取ればほぼ負けがない形になるんでね。スリマリーですね。はい、当てて、堂安使います。はい、非常にね、柔らかいボールタッチでいいと思いますね。うん、ちょっとね、遠かったです。まあ、なかなかね、奥まで侵入できないんですから。あ、やばい。これは、なぜ、得点の形。いや、やられてしまった。変えるか。はい、マクイーンで使います。でね、ちょっと下げて、前方にスペースある状態で、起用してみますね。あ、そうか。また東口だ。はい、ここからビルドアップを図ります。でね、一回、香川がキープして、うん。はい、稲が、ああ、危ない。頼む。はい。長友から、いやー横パスを取られてる。として大阪のシュートで1点と。はい、もう1点ね、3点差つければまあもうね安心していいと思うんで、もう1点ぐらい取りたいですね。はい、3-1 ですね。じゃあ次は原口入れますか。はい、ディフェンシブにちょっといきます。まあね、原口前方にスペースあるんで、ボール持ったらドリブルで突っかけていいと思いますね。はい、ここですね。あー、でもダメだ。かわせないな。なかなか難しい。はい、ここでボールキープ。はい。サイル使って、折り返して、シュートで1点と。いいですね。うん。やっぱりね、原口入ると、だいぶね、ディフェンス安定するんで。まあ、ディフェンス的には、いい形作れます、ね、と。はい、イーニーのドリブルから、ここね、やっぱり前にスペースあると、だいぶね、運べますね。いや。はい、遠藤のシュート。
はい、5サイド使って、わあ。はい、長友ね、この後ろからのプレーが、ない。惜しい。はい、もう一回長友使います。で、折り返して、うん。原口のミドルシュートですね。いや、怖いな。やっぱり、縦にね、速いボールを放り込んだ時に、機敏にね、反応してきますね。アルジェリア。そこだけやっぱりボールカットの、脅威がだいぶありますね。はい、イニの、縦突破でシュートで行ったやつね。ボランチの横のスペース、うまくドリブルでつけましたね、今。はい。いや、はい。遠藤渡るから、大阪に放り込んで、うん。通らない。はい、ここね、アルジェリアちょっと遅いですね、プレイが。これなら、崩せそうな。はい、いいですね。というわけで、5対1ですか。はい。まあ、この辺にしといて。やっぱりね、固定オプションかなりあって、わかりやすいですね。ただ、香川が、まあ、招集されるか。はい、招集されますね、きっと。イニがね、右に入ったことによって、だいぶ、雰囲気ね、変わってきましたね。前線の揃いが、交代のオプションが十分になってきたかなっていうね、そういう印象を受けますね。ただ、やっぱりね、課題としては、一番、ね、交代欲しいのは、柴崎遠藤とですね。はい。この二人、やっぱりね、前回ワールドカップでも非常に消耗の激しいポジションだったので、なかなかね、二人だけで回すのは難しいと。ただ、ここ、やっぱりタイプがね、いろいろあって、柴崎みたいなね、インターセプトかつ、できて、なおかつ、レジスタ的な役割もできる選手。遠藤みたいに、コンタクトプレーもある程度自信があって、なおかつインターセプトもできるっていうね。かなりね、二人ともレベルが高い選手なんですね。で、そこに入るとして、もう山口ホテルはね、完全に、プレッシングと、まあ、あと体ぶつけるプレーですか。そこにね、引いててる感じで、タイプが違いますね。ボール持った時に、ファンタジスタになれるかっていうと、なかなかね、難しいんで。まあ、あとは、長谷部みたいなタイプもね、欲しいんですけど、長谷部はもう代表引退しちゃってるんで入らないと。で、井出口をね、まあ、井出口もありますけどね。ただ、やっぱり、攻撃の時ですね、特に。はい。そこまでじゃないと。まあ、あとね、ポジショナルプレーにおいても、まあ、この二人がね、かなり上手いっていうのがありますね。まあ一番柴崎ですね。日本の要は。ただ柴崎も疲労を溜め込むタイプなので、なかなか、難しいと。交代が欲しいですね。ただ替えがいないと。はい。そんな感じですね。全体的に日本代表だんだん、交代オプションと攻撃のフォーメーションのね、バリエーションが見えてきて、もうね、形ができつつあると思いますね。はい。何をやるかっていうのが、はっきりしてるんで、わかりやすいと思います。というわけで、まあ、これぐらいにしてね、また次回、サッカー日本代表を使って、新しいフォーメーションの形、特徴なんかね、探っていきたいと思います。それではこれで、失礼します。